幸せな時間っていうのはね、やっぱりあっという間と、そういうのはよく言ったものだなというふうに思いますけれども、今ね、目の前にあるこちら、オオクワガタのペアが入っている飼育ケースになります。約10日ほど前に、この2匹のオオクワガタをペアリングしたわけですけども、今回はね、こちらのメスを取り出して産卵セットの方を組んでいきたいと思います。で、クワガタ飼育とかっていうのもね、まともにやったことなくて、今回繁殖に挑むわけでありますけれども、何せね、素人なもんで、道具何に準備したらいいかほとんどわかりませんでしたね。とりあえずホームセンターで買えるような道具しか買ってきておりませんけど、これで今回は挑戦してみようと思います。ケースはクリーンケースの M。そして朽木はね、2つ用意しました。1つはバイオ朽木ってやつ、こちらね。そしてもう一つがジャンボ朽木ってやつで、マットはクワガタムシ専用マット、幼虫も成虫も療養プレミアムタイプとか書いてあるからね、いいのか悪いのか分かんないけど、これでやってみたいと思います。で、まずは袋を開けていくんですけど、こちらね、バイオ朽木ブロック、しまった、よく見て買ってなかった。こちらね、産卵用じゃないですね。生まれた幼虫を飼育するのに使う朽木的な何か。やっちまったな。どうしようかな。いいです。これもね、ちょっと産卵木として入れてみます。幼虫が食べるんだからね、これにも産んでくれるんじゃないかな。種類が違うのあった方が、なんかクワガタのメスが選べる的なね、なんかそういうのも見たことあるんですよ。もう一個のジャンボ朽木は大丈夫、これ産卵木って書いてある。いやー、しょっぱなからね、産卵用じゃない朽木を使うなんてあれですけど、検証ということでね、やっていきましょう。で、今からね、マットの方を出していきます。結構ね、よく見る動画ではね、このマットは水を入れましょうとか書いてあるんですけど、こいつね、水を入れるような指示がないマットなんですよね。でね、とりあえず説明書にはよく混ぜてって書いてありましたんでね、混ぜていきます。はい、混ぜ終わりました。で、固めるとね、こんな感じで若干形はできるんですけど、触った感じすごくサラサラしてるんで、少しだけ水を足してあげようと思います。5リッターの土にちょっと200ぐらい足してあげます。はい、では作った土をね、このクリーンケースの中に入れてきます。まずは2センチぐらいなるようにこのまま直接入れていく。この底に敷く土はね、なんかこう固めるとか固めないとかね、いろいろこう説があるみたいなんですけど、どうなんでしょうかね。僕はちょっとわからないんで、半分ぐらい固めようかな。半分ぐらいってどのくらいで。そして湿らせておいたね、このバイオ朽木をまずは入れる。まずは入れるとか、これ、入らないんじゃん。どうしようかな。こう、半分に切りました。そしてね、しっかり水に浸した、こっちの朽木の方、半分だけ皮を剥いでみました。これもね、皮を剥ぐとか剥がないとかいろいろあるみたいで、半分だけ剥ぎました。これを入れる。向きは、どうかな。こうでいいかな。よし、こう。はい。そして上からまた土をかぶせていく。今度は柔らかく。
ね、よいしょ、はい、できました。うん、毎度のことですけど、結構ね、いい加減な感じになってしまうあたり、うん、大変申し訳ないんですけどね、うん、ご了承ください的な、うん、はい、餌もいるよね。よっしゃ、高タンパクな昆虫ゼリーを入れておきます。よいしょ、いっぱい食べるかもだからな、2個ぐらい入れとこうかな。よいしょ、これでよしと。うん、今からはね、約1ヶ月間この飼育セットの中で放置になります。放置ね、うまく産卵してくれるといいんですけどね、どうなることやら。こうきっちりやらないとうまく産卵できないのか、それとも僕みたいにね、いい加減でも産卵できるのか。それからやっぱ一番気になるのは、産卵用の朽ち木じゃなくてね、幼虫育てる用の培養朽ち木とかいうやつ、うん、こっちにね産卵してるくれるかどうか、この辺は、うん、ちょっと間違えたんですけど、うまく検証できたらいいなっていうふうに思います。よし、では同居生活もこれで終了。メスに新しいね、一人暮らしを始めてもらいましょう。この一人暮らしがいつか1ヶ月後2ヶ月後に大家族となるのかどうか楽しみです。はい、ツルピカ、ツルピカオクワガタのメス、よいしょ、ね、うまくペアリングできたかな。よいしょ、オスはね、この子だ、この子、オスはね、今からまた一人暮らしに戻るから寂しいのかな。はい、というわけでね、今回は初めてのオオクワガタの産卵セットを組むという動画でした。ご視聴ありがとうございました。本当に これで大丈夫かな、不安になってきたな。もっとちゃんとしてあげればよかったかな。